おはようございます。おはようございます。カムイチャンネルのハルピョンとコスモスです。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、はい、日本橋に来ております。うん、日本橋にね、来たということで、はい、日本橋ですよ。いや、日本橋でやるんです。日本橋は東京です。いや、もうどっちでもええから、それは違う、大阪は日本橋なんですよ。いや、その日本橋も言うから謝った方がいい、それは。じゃあ謝らんでええやろ、別に。謝りなさい。日本橋と言われてるにもかかわらずですね、日本橋と発言してしまい大変申し訳ございませんでした。今日はですね、はい、この日本橋の、あんたも日本橋売りやっけ。ハルピョンさんも謝罪してください。はい、おっさんを謝罪させたのに同じ間違いをしてしまい申し訳ございませんでした。はい、絶対許しません。ということでね、今日はね、はい、メイドカフェに行きたいと思います。日本橋やからね。日本橋、いや、もうええわ、それも長い長い長い長なる。メイドカフェ行ったことありますか？ないよ、そんな。まあ、そんなんって言ったら悪いんやね、これ。ありますか？僕もないです。僕もないんや。はい。ほんまに？いや、ほんまにです。ほんまですか？はい。あの、顔映ってないですけど、本当にないでないっていう症状をしてます。どんだけ喋られへんの？ちょっと朝で。俺らも朝で寒いから喋れてへんけど。ということで、今日はね、あのメイドカフェで、コサンとヒカルをすごい恥ずかしい思いいっぱいにさせてやろうかなと思います。じゃあ、寒いんで、早速行きたいと思います。せーの、レッツゴー。ここ？ここです。今日はですね、こちらのラブキャラットさんにお邪魔します。ありがとうございます。じゃあどうぞ入ってください。ちょ、俺が入るんじゃほんまに厳しいかもしれん。いける？いけてるんやね。いけてるから。いけてるの？すいません、帰りなさい。俺帰ってきた、ここに。勇者様のお帰りです。お帰りなさいませ、勇者様。勇者になりました、本日私。おっさんですけど。そうしましたら、本日ご案内担当させていただきます、電波の世界からやってまいりました、レトと申します。よろしくお願いします。イエーイ。はい。はい、じゃあ続けて自己紹介します。サントリーの工場から出荷されてきました、店長のキャンディーです。お願いします。サントリー。あ、酒焼けです。あ、はい。メイドさん、酒焼けとか。魔法で飲めちゃう。あー、すごい。急にファンタジー。ファンタジーとサントリーがね。すごい笑ってくれる。ジンベエザメの右奥歯からやってまいりました、チュラと言います。お願いします。撮影してる人が笑うの違うから。それ何なんそれ。何してんの？思った以上にちょっと。すいません。何笑ってんねん。何なんそれ。いや、サントリーとかの台やと思ってたんですけど、飲み物とか、まさかジンベエザメ。ちょっと予想外やったっす。いや、そう、自由ですもんね。じゃあもう一回行きましょうか。もう一回。いやいや、もう一回行かんでいいよ。全然いいよ、今までいいよ。ジンベエザメの配分ください。右奥歯出身です。右奥歯から来ました、チュラと言います。なるほど、左奥歯は誰が。あ、今探しにこう勇者様で出会ってるので。ああ、なるほど。そうです、探してます、募集してます。私は勇者がそれってこと。あ、もしかしたら左奥歯の可能性ある。私が探さないといけないみたい。あ、探してきてくれるんですか。あ、でも思想朦朧だから。あ、ちょっと違う。違う、そう思うやん。違うから。月から落っこちてきました、ミーです。よろしくお願いいたします。で、あなたが。ワカメの国から来ました、ハルピョンです。もずく、ずくずく、もずくの世界からやってきました、コスモスです。よろしくお願いします。昔やってたよ。かしこまりました。そうしましたら、かしこまられた。先に自己紹介されちゃったんですけれども、はい、で、あの、私たちが呼ばれたい名前を、うん、あの、決めたくって、はい、ハルピョンで。ハルピョンで、はい、ヒロ君で。ヒロ君一回変やな。ヒロ君たんで。じゃあここヒロ君難しいな。じゃ、ヒロたんで。おすすめのメニューがございます。します。こちらオムライスは、勇者様の目の前でケチャップで可愛くお絵描きをさせていただきます。じゃあそれでお願いします。はい、かしこまりました、はい、そしたらちょっと作ってきますね。どうですか。どうですかって俺らよりも先になんか変なリアクションしてるから。あれはちょっとやめてよ、それ。だって一番の面白ポイントになってしまう可能性があるから。ジンベエザメの右奥歯でしょ。左奥歯。あ、合ってます。右奥歯。あ、右奥歯です。聞こえてるから。こっちに、ここに住んでます。よろしくお願いします。もう一回だけちょっとやってもらっていいですか。ジンベエザメの右奥歯からやってまいりました。チュラです。お願いします。お待たせしました。わー、お願いします。オムライスとオリジナルカクテルです。なじんでる。
こちらのオムライスにお絵描きができるんですけれども、うん、何かこう描いてほしいものとかってありますか？ひろたん、最近誕生日やったんで、はい、お誕生日おめでとうひろたんで。あ、わかりました。うわすごい上手。よかったね、こんなに可愛い子たちに祝ってもらって。ちなみにおいくつになられたんですか？35になっちゃいます。35、じゃあ30と5歳ですね。はい、可愛い5歳、おめでとうございます。5歳、5歳やったんや。待って、これ俺これおちょくられてないか、これ大丈夫か、これ。お祝いの気持ちで。あ、なるほど、はい、5歳やから私5分、5歳なので。5歳かわいいね。何してんねん、何をしてんねん。5歳やから。ほんまに笑ってるやん。夜は俺、ほんまに。いつか僕もやったのかな。言ったってください。いや、ええけど別に。ええけどちゃうわ、あかんわ。かわいい。かわいい。すごいな。これはすごいわ。すごい。うん、じゃあこちらのオムライス、このままでも大変美味しいんですけれども、あ、じゃあ大丈夫です、このままで。もっと美味しくなるように、はい、一緒にアイコメっていう愛情込める魔法をお願いしたいなと思います。はい、はい、じゃあまず指出していただいて、美味しくなれで大きなハートを描きます。美味しくなれ、いけますか？いけますか？あ、いけます、はい、いけます、やります、はい、美味しくなれで大きなハートを描きます、はい、で顔の横でキラ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 、はい、じゃあ最後にハートを作ってキューンで愛情を込めます。はい、はい、じゃあ大きな声で一緒に愛情をお願いします。はい、はい、じゃあいきます、せーの。おいしくなーれキラキラキューン。大丈夫ですか？びっくりする。大きかったから。ちょっとやり直しいいですか？車のクラクションになったから。それが大きかった。喋って今喋ってるやん。キラキラキラ言ってください。ちょっと分かりました。やり直し、はい、うん、元気な声でお願いしますね。はい、いきます、せーの。おいしくなーれキラキラキューン。めっちゃ走ってる。それではいただきます。いただきます。うん、おいしい。減った、減った。減ったというか、かわいい。ぽちゃめ。あ、フォローが入りました。ぽちゃめ。あ、フォローが入りました。かわいい、かわいい、かわいい。うまい、かわいい。さあ、こちらオリジナルカクテルとなっております。みほちゃんが気分で作ってくれました。気分で、はい、はい、いただきます。飲んだら見えない一言出ちゃうかもしれないですね。おお、こわっ。え、こわっ。愛情もこもってすごい可愛い色じゃないですか。え、これちょっと多分萌えな一言出ちゃうと思うんですよね。え、めっちゃ怖い。どうしようどうしようどうしよう。え、すごい怖い。え、俺こんな一発ギャグみたいな一番苦手やねん俺。一発ギャグじゃなくて萌えな一言が自然と出ちゃうだけなので、うん、そう、萌えなんで、夢の世界なんで、うん、あ、微笑み交わして、はは、歌詞は出てけへんかった。夢の世界やったっけこれ、違う。もう一回言っていい？もう一回言っていい？ほんまにもう一回言っていい？ほんまにもう一回行きたい。歌詞が出てけへんかったから。萌えな一言なんで。いや、夢の世界へって言ってたから、なんかそんな動揺というか合唱あったから。おっさんみたいな歌わからんから。おっさんちゃうねん、正直。みんな歌うから、それは。歌うやろ、席出て思ってるやないか。最後に思い出を持ち帰ることのできるチェキのメニューっていうのがあるんですけども、よろしかったらぜひお願いします。お、ハートを作りましょうか。ハートちゃんと入れて、はい。萌え萌えキュン。これ言ってない。かわいい、かわいいね。いいねいいね、すごい世界だ。俺多分今日めっちゃ疲れてると思う。めっちゃぐっすり寝れそう、もうこの時点で今日。はぁ、あ、じゃないね。はぁ、あ、はぁ、あ、ってないね。そしたらお絵かきをさせていただきたいと思います。じゃじゃーん。いや、5歳で。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではこちら、はい、よかったねー。これ俺持って帰らなあかんねんこれ。、うん、どこ飾んねんこれ。ちゃんと家に飾ってくださいよ。はい、じゃあ帰ります。お見送りをさせていただきます。はい、はい、すみません、今日はありがとうございました。ありがとうございました。では、はい、ありがとうございます。はい、ます。勇士様の旅立ちです。いってらっしゃいませ。勇士様、また明日ね。行ってまいる。で、
ということで今日はラブキャラットさんにお邪魔したんですけど、どうでしたか？いや、非常にね、貴重な体験させていただいたなと思いましたね。楽しかったですね。そうですね、あのなぜなら私は本日勇者になりましたので、はい、これからは勇者としてたくさん冒険していきたいなと思います、うん、では次の冒険でまたお会いしましょう。バイバーイ。今日からじゃあヒロタンで。いや、いいねほんまやめて。ヒロタンって。いや、もうええってだから。やめてや、ヒカタン。やめてや、ヒカタン。ヒロタン。気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い。気持ち悪いよ。頑張って乗ったの。うん。